はい、どうも。本日はですね、2月の5日土曜日。本日ね、14時からですね、実はライブ配信で人生相談、投資相談っていうところで予約を入れていただいてたんですけども、それがですね、相談者と私との間で乖離してたので、こちらなくなったんですよ。で、これはなんかね、動画を出しとかなきゃなと思いまして、動画を撮ってるんですけど、なんでその乖離したのかっていう、乖離っていうか、キャンセルになったのかっていうお話なんですけど、相談者の方はですね、こういう方向で見てたと。メタバース、そしてディファイ、まあ暗号資産っていうもののメインのね、それを短期的に少資金で入れられるもの、まあ2年が短期かどうか人によって変わってくるんですけども、そういった場所を見てたというところで、私はその部分に関してはもう暗号資産っていうものはビットコインが半減期に向かって、まあ冬に向かってるから、お金を全然ね、投じる場所じゃないと私は思ってるんで、要はリスクが高いっていう風に見てるんでね、そこはもう何にも考えてないし、まあ、メタもディファイもね、まあ今後伸びてくるとは思うんですけども、暗号資産直に自分で持って、で、それに対して安値で買って高値で売却をすると。ここの部分を取るっていう、ここにはちょっとね、そぐわなかったんで、お話がなかなか私ではできなかったんじゃないかなというところでなくなりました。そもそも私がなんでこれそうなのかっていうと、下がるよっていうアロマリーに対して感情を抑え込んでるからこういう結果なんですよね。お金も感情肉体がですね、制覇すれば多分入れてるんですよ。ビットコインとかエイダとかイーサリアムっていうものに対してもう入れてる。感情が肉体を制覇されてればね、どうしようかな、しようかな。でも、今は肉体がですね、感情に負けないと行動を起こさせないような形なんですよね。今現在はね、少なくとも。ビットコインっていうものに対してノーポジであると。で、他の暗号資産っていうものも塵みたいな、ものしか持ってないんで、上がっても下がってもさほど影響はないというところなんで、投資っていう目線で言うと何をやってもいいわけですよ。手数を増やす、こういうネタを探すっていう点でもあるのかもなんですけども、いろんなものに興味があって、いろんなものを触ってみたいという、これは私の YouTube をやる前からのね、自分の性質があるんで、でそれに対して素直に従って、そこはもう心の赴くままにですね、動くというところで、この2年は逆に言うとそこにですね、フォーカスができるわけですよ。暗号資産が下がるっていう見立てで私はずっと見てるんだけど、見てるから、それでいけるわけですよね。私なりの答えっていうものは、投資っていうもので、その短期とか中期長期、まあ何でもいいんですけども、投資っていう目線では自分が知ることをですね、今の、自分より明日の自分が知ることが多ければ多いだけ、まあ面白いんで、面白くなる可能性を秘めてるわけですよね。別にこの日本円ベースで上がるってことじゃないんですよ。自分の知識ベースで上がるっていうものは、これが別に何でもいいんですよ。仕事であってもゲームであっても遊びであっても、何でもあってもいいんです。ファンダで、こういう方向に行くからこれが面白いっていうのもいいと思うし。こういうところに時間を投じた方がタイムパフォーマンスがいいんじゃないかなと思うんですよね。もちろんコストパフォーマンスもいいと思ってますから、コスト、タイムパフォーマンスっていうのは、要はそこに1週間かけないとたどり着けないものなんだけども、それがまあ1日でいけると。で、コストパフォーマンスも同じで、100万円かけなきゃいけないところなんだけども、それが1万円でできるとこういうところで、私は見てるんで、ここの時点で日本円をですね、BTC に変えるのは、そもそも、もったいないと思ってるんで、わかんないですよ。ここは言っときますけど、わかんないんですよ。ビットコインがこのまま1000万までいっちゃうかもしれないし、こう上がってきたら、あーって思うしね。あー、やっぱりあそこ買っとかなきゃいけなかったのかなって。でも、過去の自分であれば、その感情っていうものに対して素直に従ってたんですよね。買わなきゃいけないっていうことを買ったら下がるし、買わなきゃいけないところで、お金がないところでやったら借金をして買って下がるし、とんでもないんですよ。ほんととんでもないですよ。超憂鬱なんですよ。憂鬱なので、これがどう動くのかわかんない。ただ、これはずっと言ってますけど、ビットコインが上がる理由、暗号資産が上がる理由っていうのは、国がの数がでかくなれば、数が、個数が増えれば増えるだけ上がる理由は増えます。
それはどういうことなのかっていうと、国の通貨っていうものは自国で増やすことができます。数字上ね、数字上価値は減ってくんだけど、数字上増やすことができる。だから枚数を増やせるわけです。バシバシ印刷できるわけですよ。で、そういうことができるんだけども、ビットコインっていうのは、2100万枚しかないんですよ。2100万枚っていうのはもう固定なんです。固定で、この固定っていうところに価値があるんですよ。だって増やせないんだから、その、2100万枚を分けるしかないじゃないですか。で、それについて、今で言えば世界的なインフレ、だとか、まあインフレになれば通貨が、価値が下がるわけだから、物価の価値が上昇するわけだから、そこにビットコインっていうものの、に資金に入、資金がビットコインに入ってくるっていうのも、これも考えられなくもないんですよね。いたってシンプルで。どうなるのかわかんないんだけども、コスト、そしてタイム、こちらのパフォーマンスが高くなるのは、私はそこの半減期しか見てないってだけです。だからいろんな考え方があっていいんですよ。みんな違ってみんないいとこういうところなんで、何をやってもどうもできないことだしね。で、何を私が言ってもこれを信じてくれてんのもいいし、信じないで動くのもそれもそれでね、その個人の人生なんで、私は担保できないんで。で、まあなんかね、ありましたら、まあツイッターは私つぶやかないんですけど、DM の方は取れるようにしときますんでね。それで反応できるようにしてるんで、はい。DM、やっぱりツイッターの DM はいいですね。URL を貼ってね、うん、やっていきたいと思いますんで、はい。なんかご相談がありましたら、ぜひね、来てください。はい。まあ土日中心に今はなるんじゃないかなと思いますので、で、平日であれば、もう平日の、19時以降ですかね。19時以降とか20時以降に、そこから1時間とか、1時間半とかね、枠を取れると思いますんで。はい。では、ご視聴いただきありがとうございました。